チェジョン郡をよく知る人物が千葉市に住んでいる。高橋節子さん、亡くなった姉がチェジョン郡の婚約者だった。姉のヒデ、飛行場の医務室で働いていた昭和19年、背の高い将校と知り合った。高山昇ことチェジョン郡。ヒデが書きかけの書類を代わりに清書したことで二人の恋が始まった。いや、やっぱり魅力的な方でしたよね。ええ、私と母でお給仕なんかするととても喜んで、お礼をちゃんとね、これはこれはこう美味しかったとか、これはどう、必ずおっしゃるんですよ。なんかそういう人柄がこう相手の立場をよくわかる方だなっていう感じが一番好きでしたね。ええ、朝鮮人への差別が根深い時代だった。しかしヒデの気持ちが揺らぐことはなかった。昭和19年11月、二人は結婚を誓い合った。そのわずか3ヶ月後、チェジョン郡は帰らぬ人となったが、ヒデの思いは生涯変わらなかったという。その遊び歩いたとかそういうことはなくっても、やっぱり気持ち、本当に心と心で結ばれたんじゃないかなと思いますね。17年前、ヒデがチェジョン郡の兄に宛てた手紙。兄はすでに亡くなっていたため手紙が届くことはなかったが、切々とした思いが綴られている。思えば懐かしさで涙がこぼれます。弟様は日本のために壮烈な戦死をなさいました。私は弟様の死の痛ましさに悲しみの涙に暮れておりました。異国のために散ってしまった若い命がたまらなく悲しかったのです。弟様は本当に立派なお方でした。誇り高く堂々としていらっしゃいました。お兄様、お返事をいただけるとは思っておりませんけれど、私は来世はあの方とご一緒に幸せになりたいと思います。お兄様、人の心の中に国境はないのです。鹿児島知覧を訪れた晩年の日で、シャッターが押されるとき、私の傍らにお立ちくださいと愛する人に祈ったという。3年前の冬、ヒデはひっそりと息を引き取った。ヒデの遺言通り、遺骨は愛する人が散った沖縄の海にまかれた。チェジョン郡は敵艦への爆撃を任務としていたにもかかわらず特攻で死んだとされている。その根拠はこれから敵艦に突っ込むと無線連絡を行ったという証言だ。ところが軍の記録にはチェジョン郡との無線連絡は不能と記載されている。一方、チェジョン郡が敵艦に突っ込み、巡洋艦もしくは駆逐艦を轟沈するのを同僚が確認したという記録がある。しかし戦況を詳細に綴った米軍の記録には、その日特攻による被害は報告されていない。
戦意高揚のため特攻にされたという指摘もあるが、今となっては確かめる術はない。兄が戦死する2週間前、日本で面会したチャングンさん。この時兄は戦争を生き抜く意志を語っていた。いや、家族を위해서도그렇고일본인은약혼녀를위해서도그렇고살아돌아와야한다고해요살아야겠다고그절대죽지않는다고그죽지않을자신이있으니까집에돌아가면은가족들한테절대죽지않는다고그렇게설명하고63年前兄が飛び立っていった鹿児島の万世飛行場跡地。当時を忍ばせるのは滑走路の跡に作られた長い道だけだ。兄は日本の軍人として死んだ。そして特攻で死んだと認定されたことで陸軍少佐となった。しかし日本からは保証はおろか戦死の知らせさえ届かなかった。祖国では処罰対象の親日派ではないかとして調べが続いている。兄は家族のために生きて帰ってくると語っていた。婚約者のためにも絶対に死なないと語っていた。あ、63年ぶりに知覧平和記念会があって、兄貴の生前の写真を見て本当に感慨無量でした。涙を流すほどね、悲しかったです。昔を思わざるを得ないんですが、私の兄貴が確実に戦死したということをね、今さら確認しました。真実か真実ないかということね、それは兄貴がね、恨んでるんじゃないかと思ってます。私は真実が欲しいんです。63年前、日本の軍人として散っていった朝鮮半島の若者たちがいた。ある者は望郷の念を歌に込め、ある者は民族の誇りを胸に秘め、操縦席に乗り込んだ。そして今、ある者の慰霊碑は故郷で打ち捨てられ、ある者は戦争は聖なる戦いだったと称える碑に名前が刻まれている。朝鮮人特攻兵をめぐる真実、彼らの本当の思いは歴史に記録されないまま、日本と朝鮮半島の狭間